こんにちは、まりです。今回は私のレッスン動画になります。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。今回の動画は90切りがしたい人の、するべき、やるべき練習についてです。100切れて、よし、じゃあ次は90切りたいなっていうので、多分すごいさまよう人が多いと思うんですよ。で、90を切るのにこれだけすればいいよっていうのはなくって、正直ショットの精度を上げるとか、距離感がなんか全然、なんか50ヤード飛んだり100ヤード飛んだりって、その縦の距離をあまりばらさないとか、そういう練習も必要にはなってくるんですけど、絶対にこれだけはやってっていう練習があって、それが何かというとアプローチです。なんでかっていうと、だいたい90切れないとなるとパーオンしてる人って少ないと思うんですよね。で、私たちみたいにこう毎日練習しててとかだと、多分150ヤードぐらいの距離ってポーンって乗せられたりするんですけど、だいたいアマチュアの方って、セカンド150ぐらい残ることが多くて、そのパーオン率って言ったら、100ヤードでも危ないわけなんで150なんて言ったらほぼ乗らない。で、ほぼ乗らない中で、できるだけボギー、あわよくばパー取れたらいいなっていうそこを目指す上で、やっぱアプローチのする機会がすごく多いはずなんですよ。で、そのアプローチをミスしてしまうと、簡単にダボになったりとかして、あ、また90切れなかったってなっちゃうので、アプローチのまず精度を上げてもらいたいっていうのがまずやるべきこと。他にもいろいろありますけど、まずやるべきこと。で、アプローチでじゃあどういう練習するのっていうと、もちろんちゃんと綺麗にシャンクとかじゃダフリーとかじゃなくて綺麗に当たることは大事なんですけど、ある程度10ヤード刻みぐらいで、そうですね、打ち分ける自分の距離感を持つことがすごい大事で、さっきも言った通り、150ヤードの精度って言ったら、ちょっと当たり損ねちゃったらね、30ヤード残っちゃいました、逆に飛びすぎちゃってちょっと奥で10ヤード残りましたって結構あると思うんですよ、アマチュアの方だと。で、それをいかにボギーで収めるか。で、ずっとボギーでそのうち1個だけパーが取れれば89なわけじゃないですか。だから、あわよくはパーが取れたらいいなっていうのを作っていく上で、何ヤード、この幅だったら僕は何ヤード打てるっていう自信があると、そのミスにもつながりにくいかなっていうので、まずアプローチの練習をしてもらいたい。で、距離感の出し方っていうのは距離感なんで、結局感覚にはなっちゃうんですよね。絶対にこれをすればあなた10ヤード打ってるよっていうのはないので、2つ距離感の合わせ方があって、1個はよく言うゴミ箱にゴミポンって投げる、その距離の作り方、ゴミ箱までが 何メーターで、ここからここまでの速さ、振り幅で、速さで振ればあそこに行くじゃなくて、なんとなく見た目でポンって合わせられる人も中にはいると思うんで、そういう人はここだと30ヤード50ヤードしかないけど、10、20、30、40、50ってなんかちっちゃい旗形っていうような練習場あると思うんです。そしたら目標をあそこに落としたいって目標を見ながら、ボールが飛んでくイメージをして素振りをしてあげる、見ながらね。結構みんなアプローチになると、その落としたいところじゃなくて下向いたままこうやって素振りする人が多いんですよ。で、アプローチってどこに落としてどれだけ転がしてどういう形でピンに寄せていくか近づけるかっていうのが大事になるんで、基本的にピン見ることってまずないんですよね。落とし場所を見てやることが多いので、必ず落とし場所を見て素振りをする。10、20、30、40って旗があれば、その旗見て素振りする。で、その振り幅で打ってあげるっていうのがまず1個距離感の出し方で、もう1個はなんかその見て素振りしてそのまま打ってもなんか距離全然違うとこ行っちゃうんだよねって人も中にはいると思うんです。そういう人はヘッドの上げるその位置で1個1個把握しといてあげるのがいいかなと思います。っていうのは、ヘッドがこの膝から膝のこんなもんかな、膝から膝で何ヤードなのかな、
も使ってるクラブとかロフト角によって飛ぶ距離変わってくるんで、膝から膝でいくつ、じゃあ次腰から腰、腰から腰、ヘッドの位置がね、ヘッドの位置が腰から腰、腰から腰で、あと20ヤードなら20ヤード、次がこうお腹からお腹ぐらい、これもイメージなんでぴったりお腹で止める必要はなくて、その人の感覚でいいですか、その人の感覚でお腹からお腹でどれぐらいなのかなって決めといてあげると、いざはい20ヤード打ってくださいってなった時に、あ、自分はあそこの落とし場所見ながらこの素振りした感覚でいけばあそこ落ちるんだな、こっからここの振り幅で打てば、あ、絶対に近く寄るっていう自信があれば大きなミスが少なくなるんで、ダボになったりトリになったり、なんかちゃっくりしてそのミスが怖くてトップしてとかってこう行ったり来たりみたいなのがなくなるんで、無駄な一打がちょっとずつちょっとずつ減らせるから、まずはアプローチの練習。アプローチってどんなゴルフ場に行っても絶対するんです。でこれからもっともっと上手くなってって、じゃあ仮にすごい高いレベルだったらアンダーで回りたいですとかってなった場合にも、アプローチって必ずするんです。私たちでも必ずする、やんなくなることがない。でもドライバーって距離短いところだったら使わないことだってあるわけじゃないですか。でもアプローチは絶対するの、どんだけ上手くなっても必ずすることなの。だからもちろん90切るためにも大事なんだけど、これからステップアップしていく上でもずっとついてくるものだから、そこの練習は必ずしといてもらいたいっていう感じ。だから自分の中で、まあ、もちろん5ヤードずつ刻めればそれに越したことはないけど、まずは90切るんであれば10ヤード刻みぐらいで自分の距離感を持つ練習をとにかくする。ただドライバーでバンバン飛ばしたくてドライバーの練習が多くなりがちなんですけど、そのドライバーの練習を半分に減らして半分アプローチに当ててあげれば、多分90切りたいなと思って見てる人が多いと思うんで、継続していけばすぐ90は切れるようになる。総じて言うと、90切りたい人がやるべき練習はたくさんあるけど、まずその中でもアプローチをとにかくやる、アプローチの練習を増やす。じゃあ具体的に内容はっていうと、綺麗に当てる練習も必要だけど、自分の距離感を必ず持つこと。こんなもんかなは絶対ダメ、こんなもんかなじゃなくて、自分の中でこっからここまでいれば何やで絶対打てる、あそこ見て素振りする絶対打てるっていう、その感覚を養うっていう練習を必ずしてあげる。そうすれば徐々にその無駄な位置が減っていくから、90も切れるようになると思うし、これから先もっと伸びていっても多分スコアがだんだん縮まってくるかなっていう感じ。だからちょっとつまんなくてかったるいんだけど、ちょっと継続してみてください。絶対つながるから。で私も90切れないなってなってた時、確か小中学生の時だったかな、あって、全然切れなくてどうしようと思った時に、50ヤードぐらいのミニコースをとにかく1日ずっと回り続けて、もうアプローチのバリエーションとイメージ、このクラブでこういう風に打つとはこういう転がって寄っていくんだってイメージを、こうイメージ沸かせられる練習をとにかくしてから、一気に80ちょっとぐらいまでバーって落ちたというか、レベルが上がったんですよね。で自分の経験もあるし、でも今なっても確かにそのアプローチの練習しといてよかったなと思うことがあるから、ぜひその練習量を増やしてみてください。とはいえつまんない練習になるんで、飽きちゃうこともあるのは重々承知というところで、ずっとこのアプローチだけやるの大変だから、ちょっと遊び心を入れて、同じ10ヤードとかでも、まあ、いろんなシチュエーションがあって、いろんなボールで10ヤードって作れると思うんで、例えばクラブを変えて、なんかずっとアプローチでこうやってると、だんだんこう何回も連続で打ってると10ヤード20ヤードって打てるようになってくるんで、そうなった時にちょっとクラブを変えてやってみる。だからすごい番手立ってる、まあ、これだと9番だけど、9番で同じ10ヤード打ってみようとか、
割とこういうなんかちょっと遊びチックななんかふざけてんのっていう練習も本番に生きてきたりすることがあるんですよね。こういう真っ平らのいい状況だけじゃないんで、例えばすごい左足下がりでボール上げられないなってなった時に、あ、そういえば例えば9番5番アイアンで10ヤード打つなんか遊びしてたな僕みたいな、あ、これでやったら寄るかもとかで意外と応用を聞かせられて使えたりする場合もあるんで、まあ、変な話ヘアウェットとかでやってもいいですね。ヘアウェットでヘアウェットさんサンドウェッジで20ヤードなんかもう大体掴めてきたな、なんか飽きてきたなって言ったらヘアウェットで20ヤード打つ練習してみる。あ、こんなもんで20ヤードって行くんだとかが分かってくると、例えばなんかちょっと木の下に入れちゃってあの辺まで出したいんだけど何で打ったらいいかな、なんかよく5番アイアンとか言うから5番だけどとかってじゃなくて、こういう遊びが、あ、ヘアメットでそういえばこのぐらい打てばこのぐらい転がってったなっていう経験値から、そういうイレギュラーな状況でのなんだ対応ができたりもするんで、飽きてきたらちょっとクラブ変えてその距離を打ってみる。で、ああ楽しい楽しいって言いながらもまたこれも飽きてくると思うし、あれそういえばちゃんとした20ヤード、例えば今だったら20ヤードってどうだったっけなと思ってまたサンドウェッジ戻るとかってして、ちょっとこう遊び心を入れながらしておいてあげると、その遊びが実際は本番に生きたりもするんで、そういう感じで練習しててもらえると、まあ、飽き性の方もちょっと続けやすいかなと思います。はい、今回は、90切り、目指してる方、90切りしたいよって言った方がやるべき練習内容についてお話しさせていただきました。私のレッスンはここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他にラウンドレッスンもしているので、気になった方はインスタグラムの DM やメールにて連絡していただけたらなと思います。インスタグラムのアカウントやメールアドレスに関しては概要欄の方に記載してありますので、そこからお気軽にご連絡ください。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。